人取りとは、戦いにおいて、互いの陣地陣を奪うことを言う。現代日本語では、子供の遊びの名として使われる。この場合、子供たちが二手に分かれ、陣地と決めた場所等を互いに奪い合う遊びを言う。また、動詞である、人取るの名詞型としての用法や意味がある。戦闘や軍事目的の陣や陣地を、ある場所に確保し築くという意味と、関連して、 特定の場所などを選挙する、自分たち専門に使用するというような意味の動詞の名手形である。陣取りは陣取り合戦ともいい、戦国時代の日本で行われた陣地を争奪する戦闘が念頭されている。実際の陣地を争う戦闘を子供向けの遊びとして模擬化したものの故障になる。第二の動詞での意味からすると、遊びではなく実践の軍事陣地を築くこと。 確保することが陣取りの意味になる。これは実際の戦闘でのこの言葉の使い方に通じる。時代小説や歴史小説では戦国などの武将の間の戦闘で陣や陣地を争奪するものを陣取り、陣争い、あるいは陣取り合戦などと称する。日本に限らず世界的に戦闘を行う場合は陣を築くのが一般で歴史上においては数知れぬ。 陣取り合戦があった。古代エジプトのファラオ、ラムセス2世が、ヒッタイトのムワタリ王と対峙し、カデシュの城塞を争った、カデシュの戦いも陣取り合戦である。アメリカ合衆国の南北戦争にいても、互いの軍事拠点をめぐって激しい陣取り合戦が、繰り広げられたことが知られる。陣地に建てられた南軍の軍機や、北軍の軍機をめぐって熾烈な争奪戦が行われた。 日露戦争においても、旅順後為戦の決定的戦闘となった203、高知ラッシュの戦いで、乃木中将を司令官とする日本軍は、陣地攻略に苦戦し呼び正しい戦死者を出した。将棋や囲碁は、戦闘あるいは一国と一国の命運をかけた、戦いを遊戯盤の上でシミュレートするゲームであるが、これらのゲームにおいても、防衛のための駒の配列を、陣、陣地と呼ぶことがある。 陣を築くとは、将棋などにおいて、防衛しやすく、攻めやすい駒の配置を築くことである。このように築かれた陣陣地を互いに攻めて、陣崩しを行うことを、陣取りという。現代の商業上の争いでも、比喩的な用法で、シェアの争奪や、販売先、エリアの争奪などで、陣取りや陣取り合戦が使われる。特に、 いかにもそれらしい比喩としての陣取合戦としては、書店の棚を自社の出版物専用に確保できるかどうかという書店の陳列棚をめぐる陣取合戦がある。第一輪、第二版、陣取第一輪、第二版、陣取る。ありがとうございます。